今回は MP48 のパート7です。勝ちを狙う攻めの電子制御。なかなか見えづらくて地味な存在なんですけども、電子制御のセッティングによって車の戦闘力は大きく変わりますので、そこを紹介したいと思います。はい。ニール・オートレさんのインタビューです。92年ギアボックスの制御はタグ制で、93年はエンジン本体制御もタグになった。コスワースの人たちも両ユニットをリンクさせる作業に嫌な顔をせず協力してくれた。タグエレクトロニクスはマクラーレングループの子会社。前年ホンダと組んでいた時、ギアボックスの制御はタグだったと。で、93年はエンジンもギアボックスもタグになったと。で、意外なことにコスワースの人たちは嫌がらないでその変更作業をやってくれたと。前回の動画で紹介したマクラーレンがエンジンのレブリミッターを変更してぶん回してパワーを出してたという話はタグによる制御というか自社制御によるものなので自分たちの好きなようにできるということですね。はい。これによってエンジンとギアボックスをトータルでコントロールすることができるわけです。マクラーレンはコスワースのスロットル制御によるトラクションコントロールシステムを嫌い、燃料と点火カット、シリンダーカット型制御をタグと開発して搭載。シリンダーカットのトラクションコントロールシステムはエンジンに負担があるが、速さを優先。HB の標準のトラクションコントロールはスロットル制御なんですね。なんですけど、マクラーレンはそれを嫌ってシリンダーカット型に変更していたようです。これは速さを優先したということになります。おそらくなんですけども、ウィリアムズのルノー V10 はシリンダーカット型なんですが、あれは10気筒のうちの2気筒をカットするので、それほどすごい振動は発生しないんですね。もちろん綿密な制御が必要ですけども、HB の場合は8気筒のうちの2気筒をカットすることになるんで、すごいバイブレーションが発生して、エンジンにとっては良くないですよね。なので、コスワースとしては、それはやりたくなくて、スロットル制御を採用してるんだと思います。だけど、マクラーレンは、速さ優先なので、自分たちで、シリンダーカット型にしたということですね。で、じゃあ、スロットル型が、どんな具合なのかっていうのを、シューマッハが語ってくれてます。これは、シーズン途中のドイツグランプリ前のインタビューです。あまり進歩していないのが、トラクションコントロール。モナコで投入して、あのコースにはぴったりだった。しかし高速コースでは性能不足になってきた。ベネトンはシーズン途中のモナコで投入したんですね。で、低速コースのモナコは良かったけど、高速コースに移ってきたら性能が足りないと。ベネトンの使っているのはスロットルによる制御だけど、これでは不十分。シリンダーをカットする制御を合わせ持たないと、レスポンスも良くないし、セッティングの幅が狭い。シューマッハはこのように不満を言ってますね。レスポンスが悪いと。この時代のスロットル型はまだ性能が不十分だったようですね。このもっと後になるとスロットル型でも大丈夫になるみたいですけど、この時はまだまだレスポンスが良くないと、そういうことのようです。これを嫌ってマクラーレンはシリンダーカット型にしたというわけです。タグ製のトラクションコントロールが効果を発揮。雨のブラジル、ヨーロッパグランプリでセナ優勝に大いに貢献。雨のブラジルグランプリ、ヨーロッパグランプリともにセナの天才的なドライビングで勝ったっていうのはもちろんありますけども、開幕当初からトラクションコントロールを使っていましたので、この雨のレースでセナのドライビングを助けていたと思います。攻めすぎた制御の弊害、カナダグランプリゴール直前でエンジンマネージメントシステム故障でリタイア、イギリスグランプリで燃料切れによるストップ。両レースとも2位の座を失い、ポイントを取りこぼす。エンジンパワーを限界まで引き出したり、トラクションコントロールでエンジンに強い負荷をかけてますから、もちろんそれによる弊害もあったようです。カナダグランプリではマネージメントシステム自体が壊れてしまい、イギリスグランプリでは燃料切れになってしまいました。これはトラクションコントロールの仕様によって、どうやら燃料の残量が何か狂ったみたいですね。で、どちらのレースも2位を走ってましたので、大きなポイントを失うことになりました。とはいえ、攻めのエンジンマッピング、シリンダーカットのトラクションコントロール、タグの制御技術がセナのドライビングを支え、貴重な序盤の参照を実現したと思います。どの技術も限られたエンジンパワーから最大限に速さを引き出そうとしているものです。セナの果敢なドライビングを助けたのは間違いないと思います。電子制御の技術は目に見えるものじゃないので、
非常に分かりづらいと思うんですけども、P48 の速さを支えた大事な技術だと思います。もちろんシーズン通して活躍したハイテク技術ですけども、特にシーズン序盤にライバルの隙をついて、なんとか3つ勝てたというのが非常に大きかったと思います。